ブレーキパッドとはディスクブレーキを構成する部品の一つである。ブレーキローターをキャリパーにセットされたブレーキパッドで押さえることにより摩擦による制動が可能となる。なお、ドラムブレーキの摩擦部材はブレーキシューと呼ばれる。パッドは10から20種類程度の複数の材料を成形した複合材料である。成形方法によりレジンモールド材、焼結材の2種類に対別される。 レジンモールド材は、主に骨格材料として、スチール繊維、ケブラー、セラミックファイバー、潤滑材料、検索材、ダンピング材、pH 調整材、充填材等を樹脂で焼き固めたものである。広い温度で制動力が安定していて、調節しやすいが、樹脂が高温で分解するため、フェード現象が起こりやすい特性がある。よって、普通乗用車、 二輪車等の軽負荷の用途に用いられている。焼結剤は金属、検索剤、潤滑剤を高温にて焼結させた合金のようなものである。機器の安定性、耐摩耗性から特殊用途に用いられている。しかし調節幅が狭く、極低温では制動力を発揮しない傾向がある。日本ではかつて耐熱性を重視するためにアスベストを利用していた時期があったが、 発岩性の問題から1990年代以降は利用が止められている。その高台がえ原料としてチタン酸、カリウムウィスカーが使用されたがアスベスト同様発岩性が認められている。対応としてスチール繊維、セラミックファイバーやケブラー等のポリアミド繊維が使われるようになった。一般的に金属割合を高めると制動力が強くなるが、 ブレーキローターへの攻撃性も増し、消耗度合いが高まることから、経済性、ローターの耐久性、制動時の泣きなどの問題に対するバランス感覚が、製造メーカー各社の工夫を発揮する余地となっている。消耗品のため、定期的に点検し、摩耗度合いを確認する必要がある。ヨーロッパ社には、金属割合が高めのパッドが使用されることが多い。 日本車で使われている車種は限られている。新旧のブレーキパッド。すり減っているのがわかる。ブレーキパッドには、ウェアインジケーターがベースプレートについているものがあり、パッドがすり減って、使用限界に近づくと、このウェアインジケーターが、ブレーキローターを引っかくようになっている。これにより、ブレーキのどに、金属音が発せられ、運転者に注意を促す仕組みである。なお、 この金属音はそのまま 1000km 以上走行すると出なくなるが自然に治ったと勘違いしてはならない。高級車の一部ではパッドに電線を埋め込み使用限界に近づくと電線が摩耗し切断に至るようにしてありこの断線を検出してパッド摩耗警報を表示するものもある。一部のパッドにはウェアインジケーターが備えられていないものも存在するため定期的に 目視確認を行うか、ベッドウェアインジケーターを取り付ける必要がある。使用限界を超えた場合、パッド部が脱落もしくは押さえ板の金属自破だが、ブレーキローターに接触し、破損を招く。この場合、大きな修理費を強いられることとなるため、早めの交換が得策である。また、ブレーキパッドは、油脂分を吸収する性質を持つが、 潤滑油などが大量に染み込んだ場合には制動力が低下するため使用不能となる。フェード現象などで加熱したパッドはその表面材質が変質するので表面を研磨するか交換する必要がある。ある種類のブレーキパッドはリムブレーキに使われている。ありがとうございます。